はいどうも、今回は、木属性おすすめ降臨運惑の話をしたいと思います。まずですね、おすすめ、もういきなりですけどおすすめの木属性降臨運惑は、まず挑戦ですね。挑戦は、まあ、もちろん皆さん知ってると思いますが、特別未来での動画、セスがオーランチで友情が爆発で、友情を誘発してザコを倒すことができたり、 SS インターネットでミラクラの HP を削りに行ったりと、ミラクラのステージにおいてはとても優秀なキャラだと思います。ただミラクラ以外ってなると使うことはほとんどないので、まあその辺は分かっておいた方がいいのかなと思いますね。で次が、徳川義信ですね。義信はとにかくクエストが簡単、フォーミングを詰めていれば勝てるようなクエストで作りやすいんですよ。なんで運極の数稼ぎ5体までいかない人とかは、ケーキを作ることをお勧めします。でケーキの性能としてはアンチワーク、アクシスキラーって言ってるんですけど、アクシスキラーは負けです。ワークの反射で SS が貫通変化で、この SS がまあ運惑にしては火力のある SS で非常に使いやすいキャラかなと思います。で3体目ですね。3体目は、正直貴族性はマリシテの特殊な中に入れば戦闘機以外は使わないので全然覚えてないです。あ、思い出しました、門閣ですね。門閣は死ながらマリシテができても使う時がちょこちょこあります。門閣はアビリティが16分の1人だと感じるので、まず2つの門閣持ってて、まあ、ステが優秀、SS が拡散弾をばらまいて動く、まあ、自強化が入る SS ですね。なんと別に邪魔になるというのが SS なんです。なので、それにこれからウィンドが来るかもしれないので、ウィンドの格好を作ることをお勧めします。これぐらいかな。で、あとは飛行が重力で飛んでいます。SS が物足りないですから、まあどうして使うのかいいのかなっていう感じですね。試すことがなくなっちゃった、どうしようかな。まあ今の時代も串長屋が簡単なので、属性の運極は正直クシナガを作ってしまうとそんなにいらないっちゃいらないなんで、クシナガを作れるパーティーが組めるのであれば、どうするか。なんで、クシナガもそのクシナガがいけないアップデートを組んでしまってるので、これでしようかと思います。マリシテンとクシナガが使ってくれてる競技の場に組み合わせるので、そのみたいに作ることを目標に置いてて、で、まあ、それまでつなぎとして今言ったランクを使うのが
なと思います。ご視聴ありがとうございました。